界にとっても厳しい幕開けとなりました。ただ ANA グループのトップはこんな希望を見出しています。今年はですね、人類が、人類の知恵と努力で、このコロナを制圧する年だと思っています。航空業界はもうコロナのトンネルを抜けて再び翼を広げていける年にしたいと思っています。その起爆剤となるのでしょうか。